ワンダースクールを見ている皆さん、こんにちは。渡辺拓磨です。この授業ではジャンプシュートについて教えていきます。ジャンプシュートはジャンプと同時に行うシュートのことを言います。セットシュートに比べて動作が短いので早くシュートが打て、試合では大きな武器となります。ジャンプシュートで大切なポイントは、足の幅を肩幅まで広げる、膝が前に出ないようにお尻を落とす、体が反らないように真上にジャンプをする、この3つです。ジャンプシュートのポイントですが、1と2は先ほどのセットシュートと同じです。ドリブルをして止まった時に肩幅で、右利きの人は左足を少し下げる、あとはお尻を落とす、この姿勢になるように心がけましょう。3つ目のポイントは、ジャンプシュートを打つときに体を反らさないことです。ジャンプして体を反ってしまうと、反った分だけ距離が遠くなりますので、シュートが届かなくなってしまうので、なるべく反らずにジャンプの時は真上に飛んで、体を反らさないようにボールを上に飛ばすことが重要です。ジャンプシュートができるようになると、いろいろなシュートに応用ができます。しっかり練習して覚えましょう。次回はレイアップシュートを教えます。